卵ふわふわ卵ふわふわは、静岡県袋井市で販売されている、ご当地乱料理である。IB ーリーグにも加盟している。起源は、江戸時代にまで遡り、1831年に、書かれた文献、仙台下校日記には、大阪の豪長、増谷平英文重吉が、袋井塾の太田本陣に宿泊した際、卵ふわふわが禅に乗ったと記されている。また、 東海道中膝栗毛にも将軍家のもてなし料理として紹介された。袋石観光協会が町おこしとして目をつけ、市内の飲食店主の協力のもと当時の文献をもとに再現した。茶碗蒸しの原型という説があるが、茶碗蒸しと違いスフレ状であり、蓋をした状態で食器を直火にかけて作る。熱しただしによく泡立てた卵を一気に流し入れ、 蓋をして蒸らす。出来上がったものを、出し汁ごときによそい、飾り付けとして、胡椒や青のりを振る。2004年に放送された大河ドラマ、新選組。にて、近藤勇の好物として、作中で登場し、一躍世間に広まったが、2016年5月8日に、行われた、講演会、大河ドラマ、新選組。と、朝が来た日はにおいて、 ふわふわ卵が幕末にあった食べ物というのは事実だが、それが近藤勇の好物だったというのは創作であり、これはスタッフとの話し合いの中で近藤勇の好きな食べ物を何か作ろうということになり、当時あった食べ物の中から選んだというエピソードが話された。ありがとうございます。